時計の針は午後5時を回りました88.5メガヘルツレインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢味自慢の時間です衆議院議員日本維新の会小野大輔さんにスタジオにお越しいただきましたようこそはいこんにちはよろ,よろしくお願いいたしますいろんなことをちょっとね質問をしていきたいと思うんですが、はい、<laughs> もちろん大丈夫ですよ大丈夫ですか何でも聞いてくだ<な>、はい、何でも聞いていいんですねはい、はいはい、まずですね 地方そのまあ熊本の方に行かれてですね、熊本で一番こう印象に残ったことというのは、私が最初に熊本に入った時にやっぱり感じたのは、うんうん、まあちょうどその四月だったんですね。あの知事選挙が三月にあって、はい、で就任が四月十六日、まあ二千八年でしたが、はいえー、まあもう新緑がすごくこう鮮やかで、はい、で熊本空港 ものすごいあのこれ細川知事時代に<ー>あの空港から市内に通じる道をこう整備したんですが、はい、それが景観をです、ね、守るようにもう一切看板とかいろんなお店とか置かないようにしててはい、はい、ずっとそのくす抜きの,<ー>あのもう並木が、はい、で新玉で鮮やかなんですねはい、はい、で漱石も森の都っていったぐらいなんですけど<ー>あの漱石も旧制五高の先生やってましたから。はいはい で私もやっぱり緑がすごい綺麗だなというのが私も友人とかいろんな方々がこう住んでましてでその時に、えー、もうね女さんの評判は聞いてたんです私の友人からもいろいろもうね若いのにすごいんだよ熊本知ってるって熊本知らない人いませんその熊本の後継者なんだよ っておっしゃったんですね。はい、まあまあ、私だけじゃなくてね、うん、もういろんな人がもう頑張ったんですけどね。はい。はい、まあ、当初いろいろと苦労もあったんじゃないでしょうか。まあ、苦労はあんまりなくてですね。ええ。まあ、みんな楽しみながらやっていて。ええ。まあ、あれはあの、小山薫堂さんというですね。はい、ええ。あの、料理の鉄人とかをプロデュースした、まあ、天草出身の。はい。 まああの脚本家の方がいらっしゃるんですけど、はい、まああのこの方が、はい、あの新幹線のその、はい、九州へ来るその新幹線ですね、はいはい、それの開通の,あの観光キャンペーンのキャラクターとして、はいまあ、おまけとしてですねくまモンをこう作られたんですねデザイナーみの水野忠さんという方ですけども。 まあ、この時はもう全然、誰も、あの、ヒットするなんて思ってなかったんですけど。でも、それが、まあ、いろんなことを工夫してですね。まあ、一つは、私がやったのは、あの、著作権フリーにしたそうなんですよね。まあ、それですけど。まあ、他にも、いろいろ、職員さんも、すごく、あの、工夫をしてですね。はい。で、あの、エスエでバズるようなこともやってたんですけど。はい。あの、苦労はなかったです。あの、みんな楽しみながら、こういうふうにやればいいんじゃないか。えこんなことすれば、盛り上がるんじゃないかっていうのを、まあ、あの、樺島知事も。 とにかく職員にはさらわれ、さらわれと言ってです、ね、もうとにかくあの責任は自分が取るんで、はい、さらわれて失敗してもいいから<ー>あの、自分たちでやりたいと思ったことを挑戦しろという文化があっ、ねまあ、あんまりだから役所文化っていう感じじゃなくて、うんえー、みんな伸び伸びですね、えー、とにかくあの挑戦する文化があったんですよねそ,す、えー、その著作権をわざわざ作らないっていうかね、はい、えもう振り返カレーにして、えーとい、いくらでしたか、5000億ぐらいの。はい もう今はデビューしてもう13年経ちましたけど1兆3000億円1兆1兆もうどんなどんな金額かな全然金額っていうより1年平均で1000億売ってるんですねだからまあほらそれはもう他のいるキャラではまずそんなことをできてるキャラクターはいないのでくまモンだけも別格の 実績い,いですねもくまモンのおかげで日本全国いろんなキャ,、えー、キャラクターができたんじゃないかなって私は思うんですけどもねどの,あの県に行ってもキャラクターさん行ってかわいいですよね。で私ねよく思うのは子供さんにものすごく優しいような気がするんですよ。そうすることによって今からの子供たちが あ,あ、クマモンを見た他のこうキャラクターを見て、あ,あ、僕もああいう風になりたいとかね、いろいろ思うんじゃないでしょうかね。そうですね。<ー>まあやっぱりクマモンってですね、<ー>本当あの楽屋にいると普通あのこう芸能人の方とかもですね、はいうん、一緒にいると楽屋だと結構こう疲れたって感じしてるんですけど。 くまモンはですね、うん、あの楽屋の中でもくまモンなんですねだから一切手抜かないんですよ。で楽屋のいろいろ待ってる人にも結構いろんなですね気遣って、えーはい、それで終わらせたり喜ばせたいっていうことでう、まあ、彼らの,そのもう人をとにかく幸せにしようと、うん、喜ばせようという精神は。 まあ、人間以上のものがありますね。<laughs> 今度行って握手したいな。ぜひぜひてて。ね。で、その国政に関われての素直な思いっていうかね。その実感というのは。 教えていただければと思うんですが、はいまあ、やっぱり国政の方が議論の内容自体はものすごく大きなテーマを使うので、はい、そこは醍醐味があると思うんですね。うんうん、例えば、まああのまあ、副知事をやっていた時はそれはあの熊本県の中のことをやって、まあ、それはそれでもちろんやりがいがありますしそれも大事な仕事なんですけれどもでも、まあ、8年副知事やってて思ったことはあの熊本をよくするってことはもちろんできるんですけど。あの 国が定めている法律を超えることはでできないんです、ねえー、まあ議会とかそれから知事がその条例を出すことはできますが条例ってその法律を超えた内容のものは作れないのでそういう意味だとこれ以上のことをいろいろ創意工夫をや,あのやってですね新しいことができるようにしていくにはもうそれはもう法律を変えるしかないとか法律を作るしかないとかでそれは国会議員にしかできないのでまあ私は今はまあ 30年、まあ、私自身が、まあ、その物心ついてですねで社会に出て30年経ってますけどちょうどその時期が、まあ、日本はずっと衰退しているわけですね、でそれをなんとかもう一回日本が元気な国になるようにしたいなという思いで今国政をやってます、うんね、え大変なお仕事だと思います、休みもなくのいつでも,もう政治家でいなきゃいけないというそういう、えー、使命があると思うんですけども。 国会の、ね、中継なんんか好きでで見るんですよどんな質問するかな皆さんは寝てるかなそれとも聞いて真面目に聞いてるかなって、うん、そういうとこまで私なんかはやっぱり見るんですねそののの中でもううあの議論っていいいはすすごいなと思いますね結構やっぱり国会の中の議論はしっかりした議論されてますし本当にあのあれですよね久さん聞いてらっしゃるように結構ちゃんと聞くとああんか。 いい議論してるなって時。面白いですよ。すよね、面白いです。はい。あのだから、えー、国会が始まると。釘付けになる時がやっぱし、ありますね。はい。今ですね、地方では、あの首長さんですとか、あの議員選挙で無投票。っていうのが、すごく出てる、というふうに伺ってます。はい、えっと、なり手不足であったり、定員割れなど、現実化してるんですが。あと、女性議員の立候補、者も、なんか不足してるんじゃないかな。 っ思うし、ええ、えー、まあ、これは議会の危機でもあるんではないかなと思うんですが。で、それも含めて感想をね、ちょっと伺いであればなと思うんですが。うん、まあ、日本のその女性の進出っていうのは、はいはい、まあ、これ経営者もそうですし。はい、まあ、それ以上に政治家が、はい、あの、全然、こう、あの、増えてきてこない。はい。いうことが本当に問題だと思うんですね。はいはい、やっぱり、こう、ええ、多様な人たちが、あの、政治のプレイヤーになるっていうのは。 これより良い社会を作っていくためには大事だと思うのでそこは足りてないんですけど例えばあのうちの党とかだとですね、はい、あのこの間の統一地方選もあのやったんですけど、はい、まあこれはあのうちの所属している女性議員が提案してあの採用されたんですけどあの選挙活動中とかはあのベビーシッター代とかですね、はい、あのそういったその子どもを預けられるようなその 費用を助成するとかそういうことも導入してたりしてたんですけどやっぱり女性が本当に政治をやるためにはもっともっとその働き方も変えなきゃいけないですしあと選挙そのものもですねあのもうずっと選挙活動やってなきゃいけないみたいな感じで今なってるんですけどそういうものも改めていかなきゃいけないしまだまだその現象として今少なくなっているっていうことをその。 裏には必ず原因があるわけなので、それを徹底的に潰していくっていうことを、まだまだやらないといけないんだと思うんですねうあの定員割れが、まあ、人口がどん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 地方に行くと減少してる中で、この定員割れの問題、ものすごく問題になりませんか。やっぱり、特に地方の方ですとね、<ー>もう選挙自体がないっていうような<ー>あのところも結構多くて、あの無投票、無投票ですよね。はいはい 多いのでまあ民主主義があの人口が減少している中でどういうふうにあるべきかというのはちょっと考えてもいいと思うんです例えばあの本当に議会が必要なのかと例えばそのもっともっとですねあの議会じゃなくて人口が減っているところだったらですねあの首長さんとか執行部いるんですけどもあの住民同士で話し合ってとっていう,ようなことももしかしたらまあ今はまあ案件ごとにですねまネット投票とかっていうのを それで決めるっていうのでもいいのかもしれませんし、うん、もう人口がどんどん減っているような過疎地域においては、まあ今までのその民主主義のあり方っていうのもちょっと変えていくってことも必要かもしれませんね。そ,ねそもそも選挙が成り立たないので。そうですよね。地方は地方の良さっていうのがすごく私はあると思ってるんです。はい、あのーえー、まあ私は実は鹿児島県種子島の出身なんです。で、鹿児種子島って離島ですので、離島にも すすっごくリスクがあるんですやっぱり離島というのは大学とかも高校はありますでも大学があるわけでもない、えー、でこの間の台風みたいな10日間に座ったそうです、うん、行ってまた戻ってきてますのでそうすると船が出ない飛行機が飛ばないでそうなると今度は生活にすごく皆さん困ってしまう、うん、その辺のことで、まあ、皆さんがもっと便利なとこ便利なとこを求めて出ていく。 言ってるような気もしないでもないんですけどねなんかいい方法ないですかね まあ永遠のテーマでまあ人間が文明を持って都市というものを作るとそこに集まってくるとで大体まあその昔の中世の時代とかもですねまあ大学というのは都市にあったということでまあそういう傾向というのはある程度これ自然の流れだと思うんですけどただあのそれが行き着いたところがまあその都市がでこの災害が起きた時にはじゃあどうなっちゃうのと例えばまあ私も熊本地震経験しましたけどはい熊本だとその震度7。 2回あの、まあ、受けても車中泊なんてことができるんですけどはい、はい、東京の、まあ、この豊洲なんかもそうですけど車を持っている人まず少ないですしそれからもうちょっとこの、うん、こういうベ米,米エリアじゃなくて。 もうちょっと都心の方に行くと車中泊をするような場所もありませんしじゃあ、そういう時災害でどうするんだろうっていうとですねなかなか今考えられてないんじゃないかとつまりあの都市の開発そのものがもう結構限界近くまで行き着いているような気もするんですねそういう時にあに例えば私も熊本に東京から熊本に行ったときこんなに豊かなところがあるのかということに気づいてそして逆にあの熊本の方でですね あの住みながらで東京にも働くとかあるいは今レモリモートもあるので例えば私がいたそのアクセンチャーっていうコンサル会社も,えもう拠点をですね結構全国まあ熊本にもあるんですけどそういう動きもあったり、うん、でまあパソナっていう会社は淡路島になんか本社移っちゃったりとかそうでしたそうでしただからやっぱりそういうふうに発想をちょっとみんな転換していってで税制でまあそれをちゃんと後押しするってことも必要でしょうけど 今までの,その東京一極集中とかまあ何でも揃ってて便利だとかっていうだけではですねあの災害とかさまざまな面で逆に今度都市の方がリスクがあるのでやっぱりちょっと今考え直す本当はそれあのコロナの時にそういうふうにちょっとなったんですけどねでもコロナがちょっと落ち着いてきたんでまた元に戻りつつありますけどでもだん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 ,だんあの変わっていくとは思いますけどねご趣味が琉球民謡って伺ってますが歌いますか ああ歌いますよ。あのあれ歌三振なので、三振も弾くんですね。はいはい。ええあの琉球民謡協会の一応新人賞と優秀賞は受かってるんですけど。すごいじゃないでもそれからですねやっぱり忙しくてなかなか練習できてなくて、まあでもねこう一生のうちちょっと次の最高賞ってのがあるんですけど、まあそこは受かりたいなとは思ってますけどね。あのまたいらっしゃっていただこうかな。その時三振もって。

うちな口もすごい素敵ですよね、うん、素敵ですね情感があって、うん、そうですね、はい、いや非常にあれは、うん、まあ大和昆虫にとってもですねみんな魅力に取りつかれるっていう感じの人多いですもんね、えーえーえー、そうですねあ,あ,あのこれはもう私がぜひ、えー、これをお聞きしたいなっていうことが一つありまして、はい、よろしいでしょうか、はい、政治家を目指したきっかけってあったんでしょうか まああの私自身は職業というか自分自身がその政治家になるというのはあんまりイメージなかったんですけどただ、のまあ兄弟とかですねあるいは昔の,その幼馴染とかに聞いていると昔からその政治家になりたいとかってお前は言ってたよという風に言われるんです全然そういうことは記憶にないんですけどただ、少なくともその自分自身がこう子どもの頃から持っていたことは。 やっぱり政治家がすすごく大事事なな仕事だなと思っていたんですね、はい、まあ今のウクライナの侵攻の,のことを別に取り上げるまでもないんですけど政治家がどういう判断をするかによってあの人類の歴史が変わっちゃったりあるいはそのまあ国民の生命や財産が脅かされたりですねあるいは逆にその国が廃炎してみんなが幸せになるとやっぱりそれって政治なので。 やっぱり政治というのは人類にとってというか、まあ、こういう社会を持つあの、まあ、そういうコミュニティにとっては政治というのは非常に大事だなというのはずっと思っていたんですね、はい、でもやっぱりまあ自分がなるかどうかっていうのは分からないんですけど、うん、ただそういうことをずっとこう思っていると、まあ、いつしかあの、まあ、政治学のゼミに入ってですね、うん、そしてたまたまその先生が知事になると。 まあ普通政治学者が自分で知事になるっていうケースはほとんどないんですけど、まあ、それもすごく珍しいんですがそういうことを縁にしていつの間にか自分も政治の世界にいたっていうような感じですね<ー>、はい、お父様のなんかお言葉なんかもすごく、はい、なんかしみたいみたいなことちらっと私は伺ってたんですけどもまあうちの父親はもう全然政治とか関係なくて、ねうん、はい ただあの経営者なんですね、はい、あの自分でサラリーマン辞めて起業してやったんですけど、これは本当、結構ね、感動的な話なんですけど、うちは私が長男で、それで弟2人が年子なんですねで、まあ、私が中2の時に家族会議やるぞって言って、はい、あの子どもたち集まれということで,、はいであの、いや、お父さんはもう会社辞めて、あのまあ、自分で起業すると。 で一応まあ自分自身でこのビジネスは成功すると思うとだからまあ,あの安心はしてもらっていいんだけれどもただあの絶対はないのであの会社潰れるかもしれないとまあそうなった場合でも自分自身はその大学の時からダンプの運転手もやってたし免許もあるしダンプの運転でも何でもできるしお前らを食わせることはできるとただまあそうなっちゃった場合にはお前らを 大学僕はその時に「ああ親父かっこいいな」と思って<ー>で「いや親父それねあのでまあその後に父がまあでもやっぱりこの会社をやる作るっていうのは自分の夢だったから応援してほしい」というふうに言ってまあそれでかっこいいなと思って「いやそれはもうねあの夢なんだったらやればいい応援するよ」って言って、まあ、そういう会あの家族会議やったんですけども。 あのまあ本人はね覚えているかどうか分かりませんが僕はそれがすごく印象深くてだから、やっぱりこうまあ僕自身があのまあ都知事選を無謀に挑戦したりとかですねあるいは、いきなりその会社辞めて熊本に行ったりとかですねそういう決断をするのもまあ自分がやろうと思ったらもうやればいいんだということであの普通はだいこう不安になるじゃないですかそんなことして失敗したらじゃあ次どうするんだとか本当に食えなくなったらどうしようってね思うんですけど。 いや意外とでも私はまあその父親のそう,いう影響を受けたので結構、他から見るとものすごい無謀な挑戦をしているんですけどまあでも自分自身はあのまあそういう父親の背中を見てきたのでも素敵なお父様ですよね。やっぱり自分のや,っぱりやりたいことというか自分が追求したいことをまあ人生においてやるというのは大事だと思うんですねですね。 あのもう最後になってしまうんですけれども、これからのです、ね、若い方々、ね一言、メッセージをいただければ嬉しいですね。若者はやっぱりすごく可能性を持ってて、うん、やっぱりいかようにでもです、ね、こうあの自分の可能性をこう伸ばせる存在だと思います。ででももそういうい中でも やっぱり自分自身に自信が持てなかったりまあ若いからねそういうこともしょうがないんですけどあるいは壁にぶつかったりとかっていろいろあるんですけどただまあ私が若い人に言うのは結構ちっちゃい頃のそう,そういうそのものすごいまっすぐな目で見たことその時に何を思ってたのかっていうのを大事にするとあの自分が輝けるようなまあ道職業とか、はい。はい 進路っていううのも見つかると思うんでやっぱり自分の小っちゃかった時にどういうことを大事にしてたかなとかっていうのをちゃんと素直に見つめるとあのみんな、まあ、別に政治だけじゃないんであのいろんな世の中にやってた役立つことはいろんなところにあるのでそこであの活躍してもらえれば。 日本が希望ある国になっていくと思うんですそうですねはいもう本当にね今日長い時間本当にありがとうございましたまだまだねお聞きしたいことがあるんですが時間になってしまいましてねまたあのスタジオの方にお越しいただければ嬉しいです本当にありがとうございました衆議院議員日本維新の会小野泰輔さんにお話を伺いました